こんにちは、カイチです。今回もゼルダの伝説ブレスオブザワイルドをやっていきます。ここまでの動画をご視聴いただいている皆さん、お帰りなさい。予想外にですね、次の祠にスッと行けなかったですね。まあ、もしかしたらスッと行けるのかもしれないんだけど、どうやら行けなさそう。で、なんと、食材ハントをする流れとなりました。気になるのがね、ヤモリ。いた！ゴーゴートカゲ。魔物素材と煮込めば移動速度を上げる薬になる。違うな。おそらく水系なんですよね。というかポカポカソウすらまだ見つけてない。ポカポカソウ野営してらっしゃるね。なんか語ってるね。どんな内容なんだろう。だから背中から行くとクリティカルらしいんで、背中から、ひどいな、リンク。悲しい鳴き声。これは、でもさっき取ったね。コンボ多分燃えると思うんだよね。ほら、これ多分攻撃力上がるんだよ。でも燃え尽きちゃうんだよきっと。いかん、燃えてる。いかんよ、山火事。そんなことまである。でも今のいいヒントになったな。なんか燃やせるんじゃない？何これ。さすがにね、ここだけで食材が集まるとは思わないんですよね。でもポカポカ草はどこにある。ポカポカ草の実か。すげえ。怖い。ふわ、なんかすごい橋も、あんなでっかい橋が。まあヒントはもらえないだろうしな。ちなみにさ、おじいさん、その木を切るのを手伝ったらなんかある？どう？全然。拝借しております。いいよ。どうしたらいいの？全部切ればいいの？切ってから押せるんだ。はい。どうですか、薪を作りました。
木を切り倒せるのか。出たんだね、きっと。なんか光ってる。どんぐりか。意外にどんぐりだったりする。なんかある。5-5だけ。天井や切り立った崖に無理やり入るキノコ。違う気がする。ポカポカはどこにあるんだい。なんかポカポカそうっていうぐらいだから暑いところにありそう。イノシシ。待て。追いつけない。追いつけない。追いつけない。消えた。持ってたりする。そんな甘くない。この辺が冷えてたんだよね。で、ここまで来たんだ。すげえな。カエル。カエル？カエルかな？カエルかもね。敵いたっけ。
宝石か。無双モード。おい。お、お。まだ。なんかこの水の中のものっていう可能性もあるんだけど、水の中に入れないしね、この子。なんか発見。イノシシか。どこだ。おお。さすがにこれはね、これはもったいない。普通の矢でいくよ。早いな。やりおる。もう一匹いるな。ん？おーし、よし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 。ほっ。ほっ。はは、無理。無理。
これはチャンス。やっぱ一発じゃ無理だね。どこにでもいるな。そうそうそう、しゃがみ方教えてよ。どうやってやるの？パッドなんか。さっき当たったやつか。あれイノシシじゃないな。またここか。これはさ、あの見張りがキーなんだよな。手もあるよ。そう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 、こういうことだ。ガードジャス、いて。あ、やっぱね、なんかジャンプ切りに対してはガードジャス使えなさそうな気がする。そして食料がない。オパール、鉱石の一つ、水の力を宿すと言われている。また集落がある。お、なんか光ってる。これポコポコミの違った。
成功法でいってみようか。4発しかない。一体撃破はちょっとね、矢が少ないよね。これはね、なんかある。忍び草、夜になると光を放つ。方を知りたい。君、次のターゲットは君だ。よし。よいしょ。矢がない。そして気づいてないのかこんなに仲間いなくなって気づいてないやん。ここがカエル池か。じゃあカエル捕まえたいな。仮想の実すら見つけられんもんな。サビだけん。
一応買っときますか。矢が飛んできた。これは忍びそうだった。ないね。なかなかないもんですね。お、焚き火発見。よし、じゃあ今回はここまでにします。ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録の方をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。